E.T.E.T.E.T. ET ET は、1982年公開のアメリカの SF 映画。並びに、同作品に登場する、架空の地球外生命体の名称である。制作会社は、ユニバーサル映画で、監督、制作は、スティーブン・スピルバーグ。約1、0ドルという予算で制作されたが、公開と同時に、アメリカでおよそ3億ドルという当時の映画市場。 最大の工業収入を記録する。全世界では、ジュラシック・パーク、1993年公開。日本では、もののけビメ、1997年公開に抜かれるまで映画の配給収入の歴代1位であった。日本での前売り券の販売数は、旧大都市の劇場だけで37万7千枚。総数では、約170万枚と当時としては、記録的なものであった。 パンフレットも日本で200万冊を売り上げた。第40回ゴールデングローブ賞ドラマ、部門作品賞受賞作品。第55回アカデミー賞では音響効果賞、視覚効果賞、音響賞、作曲賞を受賞した。また、作品賞、監督賞、脚本賞、撮影賞、編集賞にもノミネートされた。1994年に、 アメリカ連邦議会図書館がアメリカ国立フィルム登録簿に新規登録した。アメリカのとある杉の森に休憩の宇宙船が着陸し、中から小さな宇宙人が数人出てきた。彼らの目的は地球の植物を観察し、サンプルを採集することだった。しかし、一人だけ宇宙船から遠く離れ、崖の上から光の海を見て驚く。それは、 郊外の住宅地の明かりだった。突然物音がして宇宙船の着陸を察知した政府機関の人間たちが近づいてきた。宇宙船は危険を察知して離陸するが遠くにいた宇宙人一人は地上に取り残されてしまう。その頃、住宅地のある家では少年たちがテーブルトーク RPG をしていた。10歳のエリオットは小さいという理由から 兄マイケルらの仲間から馬鹿にされて入れてもらえず、嫌気がさしていた。彼らが注文したピッツァの出前を受け取りに、外へ出たエリオットは、物置小屋で、音がしたことに気づいて、怖くなり、みんなを呼び寄せた。しかし中には誰もおらず、見慣れない足跡が残されていただけであった。その日の深夜、エリオットは、隣のトウモロコシ畑に、物音の正体を探りに行き、宇宙人を目撃する。 翌日、家族と夕食を食べながら、エリオットは宇宙人を見たことを話すが、誰も信じない。パパなら、というエリオットの言葉に、母のメアリーは動揺する。メアリーと折り合いが悪いパパは、愛人とメキシコに行っていたからだ。夜も更け、エリオットがポーチで見張っていると、ついに宇宙人が彼の前に姿を現す。エリオットは、ハーシーのチョコレートで、空腹だった。 宇宙人を部屋に導きクローゼットに隠した。翌日、エリオットは毛病を使って学校を休み、宇宙人とのコミュニケーションを試みる。そして帰宅した兄マイケルと妹、ガーティに宇宙人を紹介する。宇宙人は念力でボールを宙に浮上させて太陽系を遠く離れた星からやってきたことを説明した。次の朝、エリオットはマイケルの友達から 怪物がいたかと尋ねられ、宇宙人だという答えを信じてはもらえないものの、では、エキストラテレストリアルだなと聞かされる。こうしてその宇宙人は以後、エキストラテレストリアルを略して、ET と呼ばれることになる。エリオットと ET との間には、心が通い合うようになり、ルスタクの ET が冷蔵庫からビールを取り出して飲むと、学校で授業を受けているエリオットも酔っ払う。さらに ET がテレビで、 静かなる男を見て、ジョン・ウェインとモーリー・オハラのキスシーンに見とれていると、学校ではエリオットが好意を抱いていた女の子に、キスをする。ET は、セサミストリートを見たり、ガーティに教えてもらいながら、英語を覚える。また新聞に載っていた SF コミック、バック・ロジャースの一シーンを見たことで、家に電話したいと言い出す。ET は、様々なものを使って、通信機を作り上げる。ハロウィン日に、 エリオットとマイケルとガーティは ET に白い布をかぶせて森に連れ出し ET は通信機で故郷の星に連絡を取る。道に迷った ET は川に落ち流されてしまい翌朝品種の状態となりマイケルが彼を家に運ぶがエリオットも体調を崩してしまった ET を初めて見て驚くメアリー突然宇宙服を着た政府機関の科学者たちが家に押しかけてきた 科学者たちは、エリオットの家に ET がかくまわれていることを察知し、監視していたのだ。NASA の科学者キーズは、エリオットに、私も10歳の時から ET を待っていたと語りかけた。ET は、期間が停止し、科学者たちから死亡したと判断され、エリオットが悲しみに暮れていると、突然 ET の胸が赤くなり蘇生する。エリオットは、マイケルとガーティ、マイケルの友人であるグレッグ。 スティーブ・タイラーの協力を得て、科学者たちから ET を助け出し、森へ向かう。ET が連絡を取った場所に到着すると宇宙船が現れ着陸する。エリオットたちと ET は最後の別れをし、ET は宇宙船に乗り込む。離陸した宇宙船が見えなくなった後、空に美しい虹がかかるのであった。当初予定されていた台本は、グレムリンのような地球外生命体が、 とある農家を恐怖に陥れるというものであった。これは1955年8月21日に、ケンタッキー州、ホプキンスビル郊外のケリーにおい起きたとされる事件に基づいているが、当事者から事件を映画化するのなら訴えると脅かされたため、断念したという、なお、この事件については目撃者以外の証言や物証がなく、損否さえ怪しいものである。本作のテーマは、 スピルバーグ監督自らが経験した両親の離婚であり SF は表面的な要素に過ぎないというラストで少年が ET に別れを告げるシーンは両親の離婚を受け入れるメタファーでもあるなお監督が一番気に入っているのは自転車で空を飛ぶシーンである監督のスピルバーグはアクターズスタジオのインタビューで 本作をフランスの映画監督のフランソワ・トリュフォーに捧げたと公言している。未知との遭遇でトリュフォーを出演者としてアメリカに招いた際、撮影時にこれからあなたは子供たちに向けた映画を作りなさいと、クリエイターとしての将来の助言を受けた出来が本作を作る強いモチベーションになったと述解している。本作の終盤、子供たちが ET を乗せた車両を盗み出し自転車で、 森に向かい ET が帰っていくまでのシークエンスは、通常の手順通り編集済みのフィルムに合わせて演奏していたものの、画面と感情になかなか同調しないというウィリアムズの意見を聞いた、スピルバーグが A 写機を止めた状態で行われた演奏を気に入って、音楽に合わせ再編集した経緯がある。地球に迷い込んだ地球外生命体という設定である ET は、 コーラのない亀のような姿で、アルバート・アインシュタイン、アーネスト・ヘミングウェイ、カール・サンドバーグらの晩年の写真に見られる、落ち着きのない目というコンセプトをもとに制作された。一説には、ET の姿は、ロックバンド、クイーンのドラマー、ロジャー・テイラーのファーストソロアルバム、ファン・イン・スペースのジャケットがヒントになったとの説もある。ET の動きは12人のオペレーターの手によって、 操作された。また ET の中には、当時12歳だったマチューでメリットの3人入り演じられている。ET やエディオットを治療していた医師団は南カリフォルニア大学病院に勤務する医師と看護師である。スピルバーグ曰くリアルさを出すためには本物でなければと思い、スピルバーグの主治医に頼んで、その主治医の同僚に出演してもらったとのこと。 日本ではバンダイが商品化権を取得し、特にアパレル関係で大々的に売り出したが、結果は大失敗に終わり3億円の損失を計上した。また、本作は家庭用ゲーム機のあたり2600向けにゲーム化されたが、このゲームは大変出来が悪い、いわゆるクソゲートの評価を受け、米国の家庭用ゲーム市場を崩壊させる、当たりショックを起こす最大の原因となった。 詳細は ET を参照。1988年にビデオソフトが発売された。アメリカでは24.95ドル。当時、通常の人気映画作品は50から80ドル程度。日本では1500円。当時、通常洋画作品は15000円から16、0円程度という低価格での販売となった。アメリカでは予約注文だけで100万本を記録し、 同年11月までに1、200万本を販売した。それまでのアメリカ記録であったシンデレラの530万本を大きく上回った。日本でも同年11月までに17万本を売り、劇場映画としてはそれまでの日本記録であったトップガンの14万本を回った。日本では1991年10月11日に日本テレビ系列で初放送された。 テレビ放送にあたり、日本テレビは本作を含むパッケージの放送券を推定28億円で買い取ったとされる。しかし、視聴率、ビデオリサーチ、関東地区調べは23.5%に止まり、裏でフジテレビが放送した極道の妻たち最後の戦いの25.9%を下回った。一方で、録画率では、 E.T. が国道の妻たちを大きく上回った。公開から20年を経た2002年、人形、パペットや着ぐるみで作られた E.T. を最新技術の CG で作り直しいくつかの場面を修正及び追加した E.T.20 周年アニバーサリー特別版が公開され、全世界で約6800万ドルの興行収入を記録した。この特別版では、 最新技術による修正や世相を反映したセリフなどの変更がなされている。具体的な変更点は以下の通りである。本作で空を飛んだ BMX 用の自転車は大阪市東成区今里に存在するクワハラバイクワークス本作公開当時はクワハラという会社の製品である。自転車のカラーリングは デザイナーとスピルバーグにより当時では珍しい白赤2色のグラデーション、レジェンドカラーのデザインになった。本作公開当時には ET 自転車として全世界で売れたヒット商品となり、日本ではレプリカが39,800円、競技用が59,800円と、子供が乗るには高価な自転車だった。公開20周年の2002年には特別編公開を記念して、 映画で使用したモデルの BMX が限定300台の49,800円で復刻され、オプションとして ET を乗せるカゴが4,500円で販売された。また、公開30周年の2012年には、公開当時に ET 自転車競技用版として販売された BMX の復刻を発表し、予約販売にて56,700円で販売された。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、ユニバーサル・スタジオ・フロリダにこの映画を題材としたアトラクションが存在した。ゲストは冒険者となり、森を抜け ET の故郷グリーンプラネットを救う、冒険に出発するという思考であった。待ち月には映画に登場した無線機などの小道具が展示されていたほか、名シーンである月に自転車の影が映るシーンも再現されていた。 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでは2003年にクローズし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2009年にクローズした。ユニバーサル・スタジオ・フローリダでは、現在も営業を続けている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに2009年7月17日オープン。以前あった ET アドベンチャーとは違い、案内人と共に自分自身で歩きながら、スピルバーグ監督のメッセージを聞き、 映画 ET のメイキングシーンを見たりしながらグリーンプラネットに行くものに変わっているツアー形式の昭和アトラクション2010年2月28日に営業を終了楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください